え？姉ちゃん、夜店行かないの？行こうよ、楽しいよ。お姉ちゃんをここまで連れてくるのに、いっぱい車椅子をして疲れちゃったんじゃない？それに車椅子をしながらじゃ、食べ歩きもできないわよ。二人とも、綿菓子食べたいでしょ？綿菓子、僕食べたい。食べたいけど。ね、そうだ、しゅうちゃん射的が上手よね。お姉ちゃんに何か取ってきてほしいな。わかった。他にもいっぱいお土産取ってくるから、待ってて。よし、エイジ、姉ちゃんにすっごいお土産取るぞ。すっごいの取る。本当に仲がいい兄弟だな。行ってきます。これが崩れて乃木さんの表情が曇る。いや、なんか変な表現になるけど、まあ楽しみちゃ楽しみだね。ストーリーが気になるって表現した方がいいか。ただの性格悪い人になっちゃったよ。言ったみたいだね。瀬太郎さん、私あの子たちを騙してしまうのですね。お父様や村へのご恩も返さずに。泣かないで。君が死んだら、あの子たちはもっと深い傷を負うだろう。行こう。しゅうちゃん、ごめんなさい。逃げおおせたんだろうか、失敗したんだろうか、お土産取ってない。まあ人魚伝説っていうものがすでにうさんくせえからな。誰かが悪させんようにおじさんがちゃんと見張っとるからな。ほう、俺も太鼓叩きてえな。絶対俺の方がおっちゃんよりうまいもん。なんで急にお祭りが始まったんだろう。大人たちここ最近いつも海があれ大変だって言ってばっかりだったのに。お祭りをやって夜店まで出して金かけてその元取れんのかな。海に沈まったとして持ち歩きだと安く売ってくれた。綿菓子、他に人いるな。あんまり遅くまで出歩いちゃいかんね。はいはい、ゴミはここへ捨てな。お前んとこの役立たずの姉ちゃん、留守番させられてんの？いた、何すんだよ、バーガバーガ。うるせえ、俺に勝ったことねえくせに。いや、これは乃木さん怒っていいとこだよ。まあ、殴んのはどうかと思うけどね。うちの母ちゃんがお前んちはかわいそうだって泣いてたけど、なんかあったの？え？わかんない。別になんともねえと思うけど。かわいそうってのは、姉ちゃんの生贄の話か。綿菓子ちょうだい。俺、後で姉ちゃんと一緒に食べよう。エイジはすぐ食べるの？え、僕もその時がいい。はいよ、綿菓子お待ちどうさん。綿菓子、後で姉ちゃんと一緒に食べよう。僕もその時がいい。綿菓子ってずっと手に持ってると、なかなかあれなことになるよ。かき氷食べたい。でも食べきれないくらい大きいね。じゃあ姉ちゃんのとこ戻るときに買ってく？三人で分けたらちょうどいいんじゃないか。やだ。忘れんなよ。かき氷とか全部食えた話がないな、私。銃かっけ。おっちゃんこれ本当に取れんの？あとでちょっとで取れそうだったのに。射的。大きいのは何度も撃たないと取れないぞ。あ、唐突にミニゲームだ。あ、BGM が前作のゾンビの時っぽいな。これ、これ見えてんのかな、映像でな。とりあえず小さいのまず狙うか。このお菓子っぽいやつ。無理くさくね？多分ザンは4発だな。よし、いけた。どうしよう。ちょ、右下のかわいいテレビっぽい猫行きたいな。これもし連射できるかな。お、いけた。あと残り1、いや、もう0発じゃないか。これいけるか？ダメでした。よっしゃ、取れた。兄ちゃんすごい。景品取れてよかったな。これ、おまけにこれも持っていけ。小さな花飾りをもらった。なんか菊花の花か、これ。サンキューおっちゃん。髪飾りか、姉ちゃんにあげよっと。髪飾り。なんで急に。説明、弟の説明とかも特になしか。一旦まあセーブをしておこう。道具、綿菓子。姉ちゃんとエイジと食べるやつ。ああ、シオンの花。これを、お姉ちゃんに戻ってまだいるかな。
たこ焼き美味しそう。兄ちゃんは結構しよう。じゃあ姉ちゃんと父さんのと俺たちので3つでいいか。お父さんのもしっかり買っていくんだな。褒めてくれるかな。絶対褒めてくれる。おっちゃん、たこ焼き3つ。はいよ、たこ焼き3つな。ああ、1500万円だ。焼きもろこし美味しそう。4本買ったら他の買えなくなるぞ。たこ焼き買おう。たこ焼きならいっぱい入ってるもん。たこ焼き賛成。たこ焼き、屋台はこれくらいかな。私お絵かきせんべいだっけ、あれが好きだったな。たこ焼き、すげえうまい。姉ちゃんと父さんの分だぞ。うん、姉ちゃんと父さんにも美味しいのあげる。でも帰ったら冷めてんだろうな。姉の元へ戻る。あー、選択肢出てきた。でもこれ以上何もなさそうだしな。ちょっと一旦セーブだけしていこうか。なんぞ、姉がいたところにペカペカ光っておる。姉ちゃんいなくなってる。兄ちゃん、石ころを乗っけた紙が落ちてるよ。なになに？しゅうちゃん、えいちゃん、お姉ちゃんは時間が来ました。気をつけて帰ってね、お姉ちゃんより。姉ちゃん、巫女の出番が来たのかな。兄ちゃん、神社行こう。姉ちゃん見てから帰ろう。しょうがねえな。ちょっとだけ神社行って、姉ちゃん見つけたらすぐ帰るぞ。ふんふん。わはい。もうお姉ちゃんは、いや違うな、瀬太郎さんが連れて逃げたっていうことか。神社は上の方？ああ、こっちだな。鳥居をくぐって神社の方へ。のぎんとこのボン。巫女は、お前の姉はどこに行った？え、姉ちゃん来てねえの？出番なんじゃないの？来ておらん。お前たち姉を放って何をしておった？姉ちゃんいなくなったのか？でも手紙が。手紙？見せてみなさい。はい、手紙。これは瀬太郎の字じゃ。瀬太郎代筆してたの？用意がいいというか、なんというか。どこからともなく村に住み着いた子供か。てか、筆跡鑑定できる村民やばくない？瀬太郎兄ちゃんがどうしたの？瀬太郎が巫女を連れて逃げたんじゃ。これでは祭りにならんぞ。探せ、巫女の足は立たぬ。まだ遠くまでは逃げておるまいで。なあ、姉ちゃんは？やかましい、子供はもう帰っとれ。兄ちゃん、怖いよ。帰ろうよ。わかった。いや、村民一同地獄落ちますわ、これ。寝れねえ。水飲みに行こうかな。弟は寝ておる。で、わははは。瀬太郎、巫女が。隣の居間で大人たちが宴会してる。姉ちゃんは見つかったってことかな。捕まえ、神の、殺し、海。え、巫女は間違いなく殺して海に沈んだ。瀬太郎と共に海の神のもとに行っただろう。え、巫女が生贄になったからには海の神も収まろうで。巫女様々じゃな。嘘。乃木さん、あんな片輪でも育った甲斐があったの。これで村は安泰じゃ。え、それをさ、生贄に差し出した親の前で言う？っていうか、殺してから沈めたんだったら生贄じゃなくない？いや、ここの村やばいでしょ。え、うお、あれ刀だよね。ちょっと後回しにしようか、刀って買っていても。開かない。耳障りな宴会の声が聞こえてくる。聞き間違い、いや違うな、聞き間違いじゃないな。絶対やってるって、この村民は。開かない。開かない。いやー、ひどい村っていうのはやっぱゲームをやっててよく出てくるもんだけどね。ここまでだって宴会開くんでしょ？
おやっさん自体はそんな悪い人だと思えないんから、まあ、村民たちの同調圧力というか、まあなんかそういうあれに、ねえ、同調ではないか。圧力に屈してしまったのかな？祭りの時に使う刀だ。刃はついておるのだろうか。長い方は表な、短い方なら持てそう。俺が姉ちゃんの仇、取ってやる。短い刀を手に入れた。うわぁ、暗くなった。手に入れてしまったか。髪飾りも渡せなかったなぁ。これを持って、宴会に突撃。刀持ってても子供じゃ勝てんべや。殺してやる。乃木さんのボン、起きたんか。わしらうるさすぎたかの。何を持っとる。姉ちゃんを殺したのか。おう、聞こえてしもうだか。そうじゃ、お前の姉は村のために死んだ。姉も望んでおったことじゃ。あれが生贄にならんことには、姉だけじゃのうて、お前も、村そのものも、滅んでしまったかもしれん。だったら、瀬太郎兄ちゃんはどうなんだ。あれは罪を犯した。単なる静粛じゃ。粛清じゃ。父さんもグルなんだ。わしは。誰かがやらねばならんかった。だったら。お前らが姉ちゃんを殺してもいいなら、俺もお前らを殺してやる。やめなさい、周一。殺してやる。お、これ、どうなんだ、敗北あんのかな。くら。一応ダッシュはできる。あ？やめなさい。皆さん申し訳ない。今夜のことは多めに見てもらえませんか？何を、乃木の。わしは納得して娘を差し出しました。でも子供らは何も知りません。村が、この子の家族を奪ってしもうたんです。わしも同罪です。幸い、わしらの怪我は、そう不幸ない。刀を持ったとて、所詮子供の力じゃ、誰も傷つけてなくないすか。ボンにはよーく言い聞かせてやってくれ。いくらあんたが村の神社を祀っておるからと言っても、こんなことはこれっきりじゃ。もちろんです。周一にも罰を与えて言い聞かせますので。うっ。上。もう、最悪の目覚めなんですけど。過去のトラウマ。多分、夢ってだけじゃなくて、実際あったことなんだろうな。乃木さん。明るい性格の裏に、やはり闇ありと。どうも最近夢見が悪いんだよな。ジョージか。心臓に悪いな。またジョージか。ユイのやつがビビるわけだ。つうか、ああ。本当だったらせっかく見えるんなら、いろいろ試したいとこなんだけどな。試したい。乃木さんの力が弱まってる。いや、がっつり殺人未遂だよな。ここら辺はとりあえずなし。ね。これはジョージ？ジョージか。いや、ジョージじゃないかも。おや、お布団。なんだよ、ロッティとユイ同じベッドで寝てねえのか。まあ寝てたらまずいでしょう。ロッティはそういうの絶対やんないだろうし。台所に二人が。おはよう、乃木。ダンは里親探しとお見舞いに出かけたぞ。おはよう。早く里親見つかると助かるんだけどね。今日はパブでアルバイトの日だったな。帰りは遅いのか。
多分夜道ってなんか出そうでゾクゾクするよね。日本人は変態が多いと聞くが本当だな。一緒にされてんの？おはようのりさん。あのね、今僕が朝ごはん作ってるからね。ほら、危ないからよそ見しない。指切っちゃった。言わんこっちゃないバカ、早く消毒。今朝は鉄分取れそうだな。鉄分、嫌だな。お化け屋敷、今日もやってるのかな。看板見てるとすっごい怖そうだったね。でも本物にかなうかな。俺たちの方がよっぽど怖い体験済みだったりして。でも看板じゃ本物しか出ないんだろ。案外真実かもしれないぞ。またまたそんな、ロッティは怖がらせるのが上手なんだから。大丈夫だよね。でも今の乃木さんだったら普通に怖がりそうだからな。ところで昨夜はどうだった？お楽しみですか？うん、楽しかったよ。ロッティがなかなか寝かせてくれないもんだから、ちょっと寝不足だけどね。マジで？俺先越されちゃったけ？寝るまで喋ってただけだ。やましいことは何もしてない。あ、そういう意味。ゆいちゃん天然で行くね。テレビがついた。変なことはしてないよ。変なことってなーに？もう黙りなさい。黙れ。お化け屋敷。おや、テレビについては誰も何も突っ込まんのか。これテレビではラジオじゃないよね。勝手にテレビがついちゃった。怪奇現象だったりして。乃木さんってほんと好きだね。これもお化けだったりして。俺が出るわ。はいはい、頼んだ。でもすぐには出ない。早く来客出なさいよ。出なさい。なんか、ロッティっぽくないというか、いや、スノロッティがこっちなのかな。朝も早から誰だろうね。おや、マシュー。いや、おはよう、リーダー。マット、おはよう。どうした？こんな朝っぱらから。ふふん、お化け屋敷の件で来たのさ。ちなみにここへは、水地たちが送ってくれたよ。送ってくれたって、自家用車か何か。ごきげんよう。おはようございます。おう、おはよう。朝から俺んちを仕掛けてくるとか、すげえ情熱的。リーダー、用事があるのは僕だよ。冗談だって。ほら、どうしたよ。みんなのスケジュールと照らし合わせると、集まるのは明日がジャストなんだ。あとはユイさんの予定さえ合えば解決しようと思うんだけど、決定しようと思うんだけど。明日の予定？うん、大丈夫だよ。ロッティも大丈夫？俺はユイのためなら予定なんかいくらでも空けるよ。なるほど、予定は空けるものだと。暇は作るもん。あ、ありがとう。あいつ、あんなデレデレした男だったかしら。あれは特殊な例なの。で、俺も予定は大丈夫だ。お化け屋敷は明日で決まりだな。何にも伝えておくわ。じゃあ、僕はこのまま水地に学校まで送ってもらうから。明日、送れるんじゃないわよ。失礼いたします。ここら辺の用事だったら電話でよかったんじゃないかなと思ったり、思わなかったり。おや、乃木様。お化け屋敷は一度入館するのに定員があるそうです。二組に分かれた方がよろしいかと。ん？そうなんだ。わざわざ俺のために戻ってきてくれるなんて、愛だよな。変な受け取り方をなさらないでくださいまし。なんかすごい乃木さんが好きそうな返事をするからね。じゃあ俺も支度して出かけるか。待ってよ乃木さん。僕が初めて作った朝ごはん食べてよ。食べられる代物だよね。今朝は魚か？焦げ焦げかな？私焦げ好きだぞ。何を？冗談冗談。ゆいちゃんの愛情料理食べてから行くって。そういう愛情ではないです。やめてまだ。セーブ。セーブ？まさかミニゲームかこれ。乃木のアルバイトのミニゲームをプレイしますか？エンディングには影響しませんが、クリア得点があります。ああ、じゃあせっかくならやりますか。
お客様の上部に希望のお酒が数秒間表示されます。棚を調べてお酒を用意しお客様に提供しましょう。50名が来店した時点でミニゲームは終了します。あ、なんかこいつなんだけど、デスティニー2とかでこんなミニゲームがあったな。ああ、棚ってこれ。お？お？センキュー。あ、一応持ったことになってんのか。成功回数1回。え、これ50人もやんの？結構難しくねえか。で、これ、どうだろう。どのぐらい、この頻度で来んの？最初はまあ楽だと思うんだけど、徐々に人が増えていくんだと思うのだが。まだ3人目か。先は長いね。後ろの人たちは特に注文はしてこないか。あくまでカウンターの中だけ。ちょっと画面遠いのがね、今私響きそうな気がする。結構小さいんだよね。ごめんなさい。このペースで行くんなら間違いなく倍速を使わせていただこうかと。あ、テンポがちょっと速くなってきた。あ、一気に来たぞ。大変だ。でも倍速するよ。途中めっちゃ失敗した。てか多分すっごい倍速越しだし伝わりづらいんですけど、このミニゲームね、結構重いんですよね。クリア得点の合言葉はレッドアイですね。赤い目か。なんだろう、バイオフォーのお宝とかで出てきそう。ひらがなで、アイと。オッケー。おー、私の字が汚すぎて、これレッドアリだね。これ、合言葉は別にアイテムとして手に入るわけじゃないかな。おい、他の客みんな帰っちゃったんだけど、俺も帰りたいんだけど。そうやってみんな、俺を置いていっちまうんだ。彼女だって俺を置いて逃げた。あんなに愛し合っていた。悪酔いしてんな。置いて逃げたって、話題のお化け屋敷の話だろう。そこまで怖がることねえじゃん。これって、お化け屋敷の前でイチャついてたカップルか。違う。あれはマジでガチのマジだった。あのお化け屋敷は本当に本物が出たんだよ。はいはい。なら早く帰んねえと、この地下パブも真っ暗になったら何が出るか。てか、乃木さん以外の店員いないのか。これ以上俺を怖がらせるんじゃねえぞ。次来た時はもっと居座ってやるからな。いろいろ注文してくれるんだったらいいですよ。またのご来店お待ちしております。本物しか出ないお化け屋敷。俺だけ何も見えなかったら嫌だな。ま、とりあえず帰ろうと。今の乃木さんなら大丈夫でしょう。今のはジョーズ。あれ？これセタロお兄ちゃん。無視して入る。なんかめっちゃ壁登ってったな。これ無視するなっていうことかしら。あの子、喋った。セタロお兄ちゃん。本物？どうだろうね。十数年前だよね、きっとセタロお兄ちゃんの姿っていうのは。覚えてるもんかな。覚えてるもんか。あれ、鍵開いてんのに開かねえな。おや、なんかいろいろ来たな。セーブはできるか。しておこう。オッケーオッケー。当たっても大丈夫？ふれふれ。ああ、消える。ダメージは受けるとかそういうのもないか。あ、開いた。そこそこ新しい家だって聞いたけど、そうでもねえのかな。